こんにちは。今回は2022-2023 J リーグのオフの移籍市場でのレノファ山口の補強ポイント並びに獲得できたら面白いと思う選手を18名挙げてみました。本日は2022年の9月9日です。 J2 は34節が終了しました。残りは8節です。こちらは34節を終えた時点での残留争いです。下位グループの成績です。18位の山口は勝ち点36です。21位の岩手との差は6です。 J2 の残留争いから目が離せませんが、早くも9月に突入したのでオフの移籍話も気になる時期です。今回は J2 のレノファ山口をピックアップしたいと思います。本動画の構成ですが、まず最初に今シーズンの山口を簡単に振り返った後、現チームの強みと弱みはどこなのかを数字で示したいと思います。3番目で補強やチーム作りの傾向や考え方について述べた後、今オフに流出や退団や移籍が考えられる選手を6人挙げてみました。さらに今オフの補強ポイントを6つ挙げた後、最後に今オフに獲得できたら面白いと思う選手を18人挙げてみました。それではスタートです。まず最初は2022年シーズンの振り返りです。 J2 は34節が終了しましたが、9勝16敗9分けで勝ち点36です。37得点45失点となります。21位の岩手との差は6なので、まだ油断はできません。8節を終えた時点では2勝1敗5分けと好調でしたが、その後勝ち点が伸び悩みました。こちらは主要プレイヤーの個人成績です。大卒ルーキーの沼田が33試合で6ゴール3アシストと活躍しています。高木大輔も30試合で5ゴールを挙げていますが、大槻が19試合で3ゴールというのは大以下の成績と言えます。夏に復帰した高井は8試合で2ゴール2アシストです。今度は今シーズンの山口の強みと弱みについてです。1試合平均の得点数は 1.09 で14位です。1試合平均の失点数は 1.32 で16位です。クロス数が6位で、パス数が8位で、 30m ライン進入回数が7位で、シュート数も9位なので、攻撃力に関しては J2 でも平均以上と言えます。その他で気になる数字を挙げてみると、セットプレーで12得点というのは J2 で5位です。平均年齢は 27.78 歳ですが、これは J2 で上から6番目です。平均身長は 176.39cm で上から17番目です。背の高いチームではありません。途中出場した選手が4得点というのは J2 平均の 7.86 を大きく下回っています。セットプレーでの得失点差はプラス2です。こちらは2015年から2021年までの7年間の J リーグの各クラブの平均年齢についてです。山口の 25.48 歳というのは J リーグの61クラブの中で最も低い数字となります。今度は山口の補強やチーム作りの傾向や考え方についてです。こちらは2015年から2022年までの山口の平均年齢です。 J3 を制覇した2015年の平均年齢はなんと 24.17 歳です。若いチームでした。補強はレンタル制度をうまく活用しており、島谷や高木や高井や前など、一度山口を離れた後再び戻ってくる選手がたくさんいます。クラブ愛の強い選手が多いと考えられます。今度は流出や退団や移籍が考えられる選手についてです。左サイドバックの橋本は大卒1年目ですが、高い攻撃力を持った J2 有数の左サイドバックです。同じく大卒ルーキーの沼田もスピードを生かした突破が魅力です。この2人は今オフの移籍市場で人気を集めるでしょう。
注目されるのはレンタル組の田中と鳴岡の動向です。どちらも欠かせない戦力になっており、何としてでも引き止めたいところです。今度はコンオフの山口の補強ポイントについてです。最優先補強ポイントは以下の3つです。固定しきれなかった右サイドバック、2桁ゴールを期待できるストライカー、左利きのアタッカーです。右サイドバックはセンターバックが本職の生駒や真鍋などが起用されています。吉岡はいい動きを見せていますが、21試合で0ゴール0アシストと結果を出せていません。左利きのアタッカーも必要です。その他ではゲームメーカー系のボランチ、サイズのある選手、若手もしくは中堅世代のキーパーも獲得したいところです。ボランチの田中はレンタル移籍中で退団する可能性があります。ゲームメーカー系のボランチも必要です。平均身長が J2 で17位ということを考えると高さアップも図りたいところです。正キーパーの関は36歳と大ベテランの域に入っています。後継者となるキーパーが必要です。最後にコンオフに山口が獲得できたら面白いと思う選手を挙げてみました。まずは固定しきれなかった右サイドバックです。福島ユナイテッドの田中康介、藤枝前 FC の久保藤次郎、松本山雅の下川という J3 でプレーする3人を挙げてみました。久保はゴールとアシストを量産していますが、藤枝では右ウィングバックです。下川は左サイドバックでもプレー可能です。今度は2桁ゴールを期待できるストライカーです。 FC 岐阜のドカチャールス、藤枝前 FC の渡辺亮、讃岐の松本という、こちらも J3 で活躍している3人をピックアップしました。ドカチャールズは昨シーズンは YSCC 横浜で6ゴールを挙げています。今度は左利きのアタッカーです。ヘルディの石浦、愛媛 FC の佐藤、 YSCC 横浜の菊谷という3人を挙げてみました。パリ世代の石浦は独特のリズムを持ったアタッカーです。佐藤は2021年に枚方で2桁ゴールを挙げています。今度はゲームメーカー系のボランチです。山形の小西、長崎の加藤勝、大宮の小島という左利きの3人を挙げてみました。小西はミドルシュート、加藤は運動量が武器です。小島は精度の高い左足を持っています。次はサイズのある選手です。清水の田山、岩手の宮市、カターレ富山のアルトゥールシルバの3人を挙げてみました。片山はフォワードでもセンターバックでもサイドバックでもプレー可能です。宮市は元フォワードで右のウィングバックでプレーしています。今度は若手もしくは中堅世代のキーパーです。鹿児島の白坂、長野の大内、岩手の野沢大志ブランドンの3人を挙げてみました。白坂はマリノスが保有権を持っており、大内は横浜 FC が保有権を持っています。野沢は FC 東京が保有権を持っています。以上のような18名をピックアップしました。最後にコンオフ並びに来シーズンの山口はどうなるでしょうか。夏香監督は就任2年目です。昨シーズンの秋に監督に就任していますが、普通に考えると監督は続投でしょう。平均年齢が上がってきましたが、ベテランと若手が中心になっています。中堅世代の頑張りが必要です。田中や鳴岡や小玉などレンタル組の動向が今後の大きな注目点です。今回の動画は以上です。本動画では山口をピックアップしましたが、それ以外の J リーグの57クラブの動画も順次アップ予定です。次回の19回はザスパ草津群馬編となります。最新の動画は毎日夕方の18時ぐらいにアップしています。最新の動画をチェックしたいときは
それ以降の時間帯にアクセスしてください。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。